グリーンチェイサーです。今回はこちら、すみっこ暮らしのチョコレート工場、こちらを紹介していきたいと思います。はい、くるくるチョコレート工場のすみっこ暮らしバージョンですね。本体のくるくるチョコレート工場は私持っているので、型だけ売ってたら型だけ買おうかと思ったんですが、こちらはもう全部セットになったものしかなかったので本体付きのものを買ってきました。なんと立体チョコ、たくさんの立体チョコが作れます。猫、白熊、ペンギン、トカゲ、エビフライの尻尾、タピオカの6種類ですね。これぐらいたくさんの種類のものが作れると嬉しいかも。普通のチョコレートで試してみた後にできるところまでということで頑張って、チョコペンを使っても作っていこうと思うので楽しみにしていてください。いろんなポイントを紹介していきます。はい、こちらのセットの中に入っているのは、本体1個、カップ1個、チョコレート型6個、かき混ぜ棒1本、ラッピングホイール2色が、5枚ずつですね。黄緑とピンクかな。はい、こちらのセットにはチョコレートが入っていません。なのでチョコレート、板チョコを用意してもらいます。こちら6種類の立体チョコを作るのに約 170g の板チョコが必要です。ということで4枚ぐらいあれば足りるかなという感じですね。あとは電子レンジ 500W から 600W 対応のものと冷蔵庫になっています。スチーム式の使用はできませんとなっているので注意してください。水分がチョコレートの中に入っちゃうと、チョコレートがちょっと質が変わっちゃってボロボロになったりもろもろになったりして、変な固まり方をしたりダマになったりしてしまいます。もしこういう感じのものしかないよっていう方は湯煎でもできるので、はい、湯煎でやる方法も紹介していきたいと思います。はい、では開けていきましょう。横の部分もね、止まってるので外してあげてください。あとは蓋を開ければこんな感じかな。ぐーっと引っ張ると上の部分に型が入ってますね。型はまとまって入っています。はい、こんな感じで、カップとこちらがホイールとかき混ぜ棒入ったものですね。はい、そして下にこんな感じで取り付けられて本体が入っています。あ、かわいい。はい、パッケージで見た時には結構薄めの色なのかなと思ったら、すごく可愛らしい色で、このシールの部分も思った以上にキャラクターがはっきり写っていますね。もっとポワーンとした感じかなと思ったらはっきりめ。下の土台の部分の黄色も濃いめで、あ、横の、こう、止まってましたね。紙の感じの、ちょっとような感じので止まってるので、この部分も外します。とも組み立て終わってるので、これを回せば、こんな感じで型が動いて、チョコレートを全体に行き渡らせてくれます。あ、このハンドルがちょっと重めというかしっかりしているかも。元祖くるくるチョコレート工場は結構滑らかな動きというか軽い感じだったんですよね。それに比べてすみっこ暮らしの方はこうクッククッと少しずつの角度で止まるような感じというか重めな感触で、はい、途中で止めておくのに、バランスを取るのにすごくいいかも。はい、不思議な角度でもしっかり止まります。これ調整しやすいのは作ってる中でかなり重要になってくるポイントだと思うので、いいんじゃないかなと思います。はい、チョコレートを作るときに次に重要な部分がこの内側の部分になります。ロック、アンロックと書かれていますが、その下に鍵のマークもついてますね。今はロックされている状態、見えるかな？はい、鍵がかかっている状態なので、この輪っかは外れなくなっています。外側はちょっと固定して、内側のこの出っ張っている部分をアンロック、鍵の開いた部分の方にスライドさせると、この上の部分だけが外れます。
この溝のところにチョコレートのこの型をセットして回していくような形になります。ちょっと取り出してやってみましょう。はい、型をこの上に置いて、その上に先ほどの上のカバーの部分を乗せます。はい、アンロックからちょっとキュッと押してロックの方にスライドさせるとぴったり密着してチョコレートが周りに漏れ出なくなります。この状態でこんな感じで回していきます。はい、作り方シミュレーションは大丈夫でしょうか。ちょっとこの部分硬いので手間取るかもしれないので、チョコレートを入れる前に一回練習してから、この取り外しを練習してからやってみた方がいいと思います。はい、あと周りがチョコレートで汚れてしまった時とかのお手入れの時には、この部分が外れるようになっているので、このように取り外してそれぞれのパーツを洗ってあげてください。はい、はめる時にもこちらから入れて、はい、こんな感じでスポット入ったらカチッと止めて元に戻せます。はい、では早速作ってみましょう。説明書の遊び方を見てみます。はい、型1個にチョコレート約3分の2枚 33g を細かく割ってカップに入れて、それをレンジにかけていくようです。500ワットから600ワットで30秒加熱し、かき混ぜ棒でよくかき混ぜます。さらに10秒加熱し、よくかき混ぜて様子を見ていきます。溶けなかった時には10秒ずつ足していくという感じですね。はい、かき混ぜ棒はこんな感じしなりますけど、硬い素材、はい、こんな感じで混ぜていくんですね。はい、では割り入れていきます。これ洗ってよく水気を拭き取ってから用意してください。はい、では3分の2、3分の2枚、だいたい板チョコ1枚 50g ぐらいなのでね、はい、細かく割った方がいいようなので細かく割っていきましょう。はい、3分の1、3分の2、はい、これくらいかな。はい、ポキポキ割って入れていきます。こんな感じに割り入れてみました。どうでしょうか。はい、同じようにしてもうワンセット、今度は粗く割ったものですね、こちらを用意しました。これは何にしていくかっていうと、冒頭部分で説明した通り、レンジではなく湯煎にかけて溶かしてみようと思って用意したものになります。はい、水気のない綺麗な器に軽く割り入れてあげてください。ではまずはこちらレンジにかけていきましょう。はい、電子レンジで30秒加熱した状態がこちらになります。はい、ほんのり溶けますけどまだ全然って感じですね。はい、うちの場合は10秒あとかける2か3ぐらいやれば溶けそう。はい、電子レンジで10秒ずつ追加しながら30秒追加加熱したものがこちらになります。10秒かけて取り出すごとに軽く混ぜてこんな感じで滑らかにしました。電子レンジにかけると全体的に溶け出してくるので、ちょこちょここのように均一に混ぜてあげないと一部分だけ焼けちゃったりすることもあるんですね。なので10秒加熱したらかき混ぜるを繰り返して滑らかに溶かしてあげましょう。はい、では湯煎もやっていきましょう。こちらに用意したのは50度以上のお湯になります。火傷には気をつけましょう。こちらの上に割り入れたチョコレートを入れたお皿をそっと沈めます。はい、中にお水が入らないようにして約2分ほど放置しておきます。はい、
湯煎で2分ほど放置したものがこちらになります。一度かき混ぜてみましょう。はい、やけどに気をつけてお皿を持ち上げてお湯から外していきます。はい、そのまま熱を加えたのでまだ文字も見えますよね。明治の文字が見えるまま溶けてる感じ。ではこちらを混ぜていきます。上に乗ってた部分はまだちょっと溶けきってないので混ぜて、他のチョコレート、溶けたチョコレートの熱をもらいながら溶かしていきます。はい、これで十分溶けるはず。滑らかに溶けました。はい、ではチョコレートを流し入れていきましょう。型を2つに外していきます。簡単に外れます。このつまみの部分を、引っ張れば外れます。で、こちらの本体の方のロックも外しておきます。こんな感じ。では顔の方にチョコレートを入れていきます。顔がある側のこの型いっぱいになるまでチョコレートを入れるそうです。はい、この時ちょっと型がグラグラしてやりづらいので、この外した枠の方にちょっと乗せておくとやりやすいかなと思います。コップなんかの上に置いてもいいと思います。はい、ここに溶かしたチョコレートを流し入れていきましょう。はい、足りなければ、さっきの湯煎の方も入れるけど足りないかな。一応多分溶かす1個分の目安が 33g だったと思うので、しっかり入れればちょうどいいぐらいの量になると思うんですが、ちょっと足りなかったかな。はい、溶かすときはちょっと多めに溶かしておいてもいいかもしれないですね。周りにもくっついちゃったりするので、はい、書いている分量通りではうまくできないかも。はい、ということで湯煎で溶かした方も入れていきます。とにかくギリギリいっぱいになるまで入れます。耳のあたりなどはちょっとこう、はい、寄せてあげてトントントンとして様子を見ましょう。はい、すり切り1杯これくらいかな、ちょうどぴったりくらいですね。そしたら上にかぶせる感じで蓋を閉めていきます。はい、このポチポチのあるところがしっかり止まるようにします。では本体の方にセットします。くるっとひっくり返して、はい、本体の上に乗せます。はい、先ほど練習したようにアンロックの部分を鍵の開いているマークのところに合わせてキュッと押して、キューッと押しながらロックをかけます。横を見た時に隙間がなければ大丈夫。はい、では回していきましょう。約1分間回し続けるそうです。まあ、でも全体的に回らなきゃ意味がないので、はい、様子を見ながらちょっとやっていきたいと思います。これで大丈夫なのかな。なんかいろんな方向にこうくるくる回っていくので全体的に行くような気はするんですけど、まだ透明な部分が見えますよね。怖い怖い。はい、しっかり本体押さえながら回していきます。パタ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 、こんな感じにすると、はい、部分的に空いてるところにも行きます。下の部分もなんかないですよね。下に上げるときにはどうすればいいかな。こんな感じで動かせば、あ、下にも行きましたね。全体的に行ったの確認したら、さらにこう全体的に回せばいいかな。あー、確かに、元々のくるくるチョコレート工場より改良されていて、外に漏れ出るチョコレートの量が少ないかも。おー、すごーい。ちょっと回すのに力がいる分、押さえる方にも力が必要なんですよね。なので誰か一人押さえる係がいてくれると助かるかも。
結構この押さえる方が大変かもしれないですね。はい、1分ほど経ちました。はい、そしたら、あ、鼻の部分に行ってない、これやだな。鼻に行ってないよ、鼻。こういうの難しいんですよね、この部分的なやつ。とりあえず鼻に行き渡らせたいので下を向けようかな。1分間くるくるこんな感じで回したら、いろんな方向を向けながら1分ずつお休みします。この裏側の状態で今1分間待って、その後表側を向けて1分間待ちます。こんな感じかな、表側。はい、上に向けて1分間経ったら横向きにして1分間、横向き、上向きか、こうですね。で最後に頭を逆さにして1分間。そうすると全体にチョコレートが均一にこう厚みができて割れにくくなると思います。はい、では同じようにして他のキャラクターも作っていきます。はい、続いてはタピオカ。トントントンってやると大体まあこれぐらいってはなりますけど、その後ちょっと下から覗いて顔を見てみます。はい、今回は大丈夫そうだったんですが、猫とか白クマとか気泡が入りそうなやつはちょっと箸とか、爪楊枝でつついてその部分を消してから上の蓋を閉めてあげるといいと思います。はい、ではマシンにセット。はい、先ほど紹介し忘れましたが、取り外すときはアンロックの方に回せばすぐに外せます。はい、取り外したら冷蔵庫に入れます。はい、冷蔵庫に入れたらまずはどちらの向きでもいいですが10分間そのまま入れます。その後初めに入れた側と逆側にひっくり返して約2時間冷やし固めてください。はい、いろいろやってみて綺麗に作る方法をたどり着いたのがこちらになります。はい、初めの時に気になる部分にだけ爪楊枝でチョコレートを入れていきます。気泡がないことを確認します。この状態だとひっくり返してもダラダラチョコレートは流れてきません。で今このひげのところにちょこっとありますよね、そこをまた爪楊枝でつついてなくなるまで消していきます。はい、耳のあたりなんかも、はい、気泡できやすいので初めに埋めておくといいかもしれないですね。このような状態にしてから上にチョコレートを流し込んでいきます。はい、あとは平らにならしたら先ほどと同じように蓋をしてくるくる回していきます。同じ感じで残り3つも気泡がないように顔の部分を埋めました。はい、やっぱり個人的にはあれですね、湯煎の方が滑らかに、溶けるような感じがします。やけどに気をつけながら湯煎してみるのもありなんじゃないかなと思います。はい、冷蔵庫で2時間冷やしたものがこちらになります。それぞれうまく冷えてればいいんだけど、これが中に入ってるのひびじゃなきゃいいな。あー、緊張する。どれからいこうかな。はい、白クマからいきましょう。開けてみます。
あ、すごい、パカッと外れた。え、全然力いらなかったけど、こちらも外れたっていうことは？はい、綺麗にできました。鼻のところの、空気が入っちゃったところがもったいないなーって感じなんですが、外すのは簡単でしたね。あ、びっくりするほど簡単だった。え、この調子で全部大丈夫だったらすごい嬉しいけど。お、お、お。あ、こちらも綺麗に外れました。これは、キュウリを持ってるので、ペンギンの方かな？で、トカゲですね。こちらトカゲも。はい、後ろが綺麗に外れた。これ超嬉しい。肩離れがいいのは嬉しいですね。上の方だけちょっと軽く押してあげなきゃいけない感じなんですけど、それも優しく全体的にこう空気が入るようにしてあげればきっとうまくいくはず。うまくいけないと悔しいけど。ああ、これすごい緊張する。綺麗に外れてほしい。お願い。ああ、大丈夫。やったねー。綺麗。ツヤツヤ。じゃあその緊張のタピオカ行きましょう。ちょっと避けといて、ぶつからないようにして。あ、でもこれちょっとなんか、ごわごわ。一回外しちゃったりするとこうなっちゃうのかな。これは、あれですね。リベンジしたいな。ちょっと、なんか入っちゃいましたよね。いろいろと。滑らかに溶けてない時とか、ちょっとしくじっちゃうとこうなっちゃうんだな。エビフライの尻尾の部分も綺麗に取れました。やったね。すごい。思った以上に綺麗にできた。あ、猫はちょっとまだら模様？でもまあ全体的に上々かな。はい、綺麗に取れました。周りの部分は軽くこう手で割ってあげると大丈夫。手についちゃうのでね、これは綺麗に拭き取って開けましょう。はい、ということで、こちらが、周りもパリパリと割って切り取った後の隅っこたち。思った以上に綺麗にできたんじゃないでしょうか。ツヤもあってすごくいい感じ。はい、隅っこたち、後ろ側はこんな感じの仕上がりです。はい。トカゲの背中、中にちょっとぶつかっちゃうとすぐこう、ボコボコってなっちゃうので、気をつけてあげてください。はじめのうちは軽く撫でてあげれば、すぐ元に戻ります。はい、タピオカちゃんたちは後ほどちょっとリベンジしてみようかな。チョコペンでうまくできたらいいなと思います。ちなみに、ラッピングに関してなんですけれども、表のパッケージに書いてるように、やろうと思いましたが、ホイルが結構厚めなので、こんなに綺麗にできません。多分これはざっくり、包んだ後に、細かく爪楊枝とかお箸でこう、ラインに沿って、線をこう引いてあげたような状態だと思います。ただくるむと、これになります。はい、なんだかわかりますか？ペンギンなんですけど、キュウリと鼻の部分だけはちょっと、出ますが、他の部分はなかなか難しいですね。なのでプレゼントするときにはこういうカップとか、透明のカップだともう全身見えるので、そういうのに入れてあげたり、ちょっとゆとりのある大きさのラッピングバッグに入れてあげた方が可愛いかなと思います。せっかく可愛く作れたのでね、可愛い形のまま見せてあげたいなと思います。こういうカップに入れるときには、内側が油を吸わないような、これはマフィンカップなんですけれども、こんな感じのものに入れてあげると、ベタベタしないし、油染みが出ないのでいいと思います。ひょこっと出てるのもちょっと可愛いですよね。ぐで玉かと思ったらぐで玉じゃないみたいな感じの見た目なんですけど、はい。こういうのをおすすめします。はい。ということで、長くなってしまいましたので、カラーバージョンは次回。もうすでに途中まで作っていますので、次のアップをお楽しみに。動画が出来上がりましたら、下の概要欄や動画の部分にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。チラ見せするとこんな感じ。頑張りましたので、こちらもぜひぜひ見てください。
では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。